さっさと片付けるぞ。だっしゃいな、森に入れ。はっはっはっ、森に入れ、くらえ。座って、はっせ、入れ、くらえ。チョロはまたな。俺は強いスピリアを育てる。これがソーマの力だ。いや、おめえの力だ。そう、俺の力だ。流されすぎだろ。
だよ。こんなもんか。よっしゃ。よし、いける。これがソーマの力だ。いや、おめえの力だ。そう、俺の力だ。流されすぎだろ。you
流されすぎだろ。待ちかねたぞ、シングメテオライト。カルセドニー、琥珀のスピルーンを返せ。私に勝てたらな。エストレイガでの決着、ようやくつけられる。さあ、メテオライト。今こそ互いの思いを、ソーマの力、どちらのスピリアが強いか。望むところさ。なんだか嬉しそうだぞ。メテオライト。全力で来い。
受けてみよう。よっしゃ。
けだ。これが俺たちの決着だ。兄さんたちの思い伝わったぜ。さあ琥珀のスピルーンを返しやがれ。これがカルセドニーたちの思い。力がみなぎる。力が湧いてくるぜ。だって長く生きちゃいないんでね。強くなれた。カルセドニー、俺の、いや俺たちの勝ち。そうか、お前のソーマには思いを共にした仲間の力。いいだろう、私の負けだ。さあもてめえ何しやがる。よくやったバイロクス。あくまで自らの決めた道を歩むというのだ。父上、私はその娘を確保せよと命。カル様、申し訳ありません。私が報告。バイロクス。はあ？何それ。カル様のためです。この者たちをナパライバ皇帝陛下に対してカル様の身の潔白が。いや、それは違うぞ。そんなものは軍が我ら教会を攻撃するための口実に過ぎん。軍を倒してしまえばどうにでもなる。それよりも重要なのは、アイオラの娘に宿るリチアの力こそ、余が十数年探し続けてきたものなのだから。アイオラ、あなたは。うん、アイオラやゼクスとは古じいちゃんだけじゃなく、琥珀。でも軍が総末会並みの力を持つゼロム憑依兵を実戦投入してることは。なんだと。申し上げます。帝国軍主力と思われる部隊が城門付近に展開中。その数およそ10万。帝国軍の主力部隊。グロシュラメ、ならばなおさらリチアの力を手に入れねばな。カルセドニ、何の真似だ。バイロクス、スピルーン。しかしカルセドニ。頼む、返してやってくれ。これは僕のけじめなんだ。知らぬ者の罪。軍の攻撃が始まったのか。教師様、至急この席は追ってもらう。ここから先は教会と軍の問題だ。部下が卑怯な真似をしてすまなかった。その少女、奴の意見に同意する。速やかにこの町から脱出すべきだ。イネス、物量差で軍の圧勝ね。仕掛けたからには結晶騎士と同数以上のゼロム憑依兵を揃えている。でも憑依兵を使って籠城しつつ和平交。おい待てよ、キャラバンの。ああ、もしかして、もしかしてだよ、市内が戦場になる。この戦争を俺たちも門へ向かう。